半前、岩尾先生です。ここ数ヶ月のね、試験投資なんですけども、まあ、23万1000使って、ね、25万400円、ね、ですから2万円ぐらい、1万9000円ぐらい、ね、1万9040円、しかプラスになってないんですけども、試験投資なんでやむを得ないんですけどね、ここ2ヶ月間、ちょっとお見せいたしますね。こんな具合ですね。ね、日にち書いてますね。これ11月15日、ね、15日、ね、ここにずっとあるわけですね。これは11月ですね。これは10月11日、9月も入ってるんです ね、 ね、9月17日から9、10、11、3ヶ月間ね、全部で23万1000円使って25万40円って言うんですね。これ全部なります。ライブコードですね、これ。それでこう来てるわけですね。11月22日ね、これがね、時間なんですね。現在の時間ですね。なかなか試験投資難しくて、うまく稼げるんだったらね、推進していくんだけども、今デモでやってますね。こんな資金ですね。こうですね。土曜日、やっぱり11月12日からですね、14日ってね、まあまあこんな感じですね。全然稼げないっていうのは参っちゃいますよ。こうですね、9月17日からですね、現在まで。それで最近ですね、一番これなんかめちゃめちゃ負けたでしょ、これどうだもんね、これひどいよね、これね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13連敗だもんね、これね。それでね、ライブ投資休憩にしたんですよ。で、試験投資ということでね、今デモに変わりましたから、これライブ投資だけど、ライブ投資の試験厳しいということでね、ちょっと再度やってます。そんなことでね、申し訳ないですけどね、今ねこんな具合に稼ぎが悪いということでね、紹介いたします。今ちょっとデモで調整し直しですね。